人気満了に伴う兵庫県知事選が15日告示され、午前中に、いずれも、無所属で、新人で、コラムニストの勝江雅彦氏、56と、5選を目指す現職の井戸都志造氏、71、自民、民進、公明、社民推薦、新人で、憲法が輝く兵庫県政を作る会代表幹事の津川智久氏、66、共産推薦、 新人で、元道県火西市長の中川信三氏61の4人が立候補を届け出た。各候補は、早速、神戸市内で支持を訴えた。投開票は7月2日。4人の候補者による争いは27年ぶり。4期16年の実績を強調する井戸氏に、新人3人が挑む構図。選挙戦では、 他線の是非や人口減少対策が争点となる見通しで、二度県政の継続化・刷新化をめぐり、論戦が展開される。勝谷氏は、ポロシャツに血のパン、サングラス姿で第一声。16年も、同じ知事がやっていたら、職員は忖度、忖度しまくり。皆さん堪忍袋の大きらさなあかんと、現職を痛烈に批判した。 同、県政初の誤選を伺う井戸氏は、第一声で、未来への不安には、安定した対応が必要。実績をもとに、新しいアプローチで挑戦すると述べ、多選批判を打ち消した。津川氏は、今の県政が続けば、学校や病院がなくなり、地域が壊されてしまう。原発ゼロを進め、戦争ができる国づくりを止めなければならないと述べ、 支持者らと握手を交わした。中川氏は財政再建で県民一人当たり2万円の減税などの公約を強調。前例主義を打破し、実行力のある県政に変えると訴えた。商店街を練り歩き、買い物客らに支持を求めた。今回立候補されて、コメンテーターとして歯に気抜きせぬ活躍が。 印象的な勝江正彦。勝也正彦さんをここで紹介したいと思います。この勝也氏がビシッと発言される姿は見ていて気持ちが良かったのですが最近テレビで見ることが減ってきました。そんな勝江正彦さんは今現在どうされているのでしょうかまたメディアから干された原因や消えた理由があるのでしょうかその点についても調べてみました。 勝江正彦のプロフィール。生年月日、1960年12月6日。年齢、56歳。出身、兵庫県。高校、名田高校。大学、早稲田大学。中学、高校と名田に通われて、大学は早稲田大学。私も関西に住んでいるのでわかりますが、名田といえば、関西の名門私立学校ですよ。 大学卒業後は、電通に、その後文芸春秋と渡られて、フリーのコラムニストになられています。電通に行って、文芸春秋って本当にエリートだったんですね。私のような人間からしてみると、フリーになるのがもったいないような気もしますけどね。人間関係など、目に見えない面でご苦労があったのかもわかりません。こういう方は味方も多いけど、 も決して少なないいととは言えなかったと思います。文芸春秋で『週刊文春』などで活躍された勝山さ彦さんではありますが私個人としてはテレビコメンテーターの印象がものすごく強いです。というか文芸春秋で働かれていたということも知らなかったのですがこれまでどんなテレビで活躍されていたのか見ていきましょう。 タカジンのそこまで行っていいんすっきり。ムーブ。ヤジウマプラス。タ人のノーマネー。タ人胸ンムネいっぱい。ムハハノータカ意外かもしれませんが、これまでタ人さんのテレビに頻繁に出演されていました。多分んタカジさんとは気が合うんでしょうね。どことなく似たとこがありますもんね。他にも 多数の番組に出演されてきましたが、ただいま現在は、ほとんどの番組をご板されています。歯に、気抜きせぬコメントをされていたので、アンチの人も多かったのかもしれませんが、あれほど、直球でものを言うコメンテーターも少なかったので、個人的には残念ですね。昔のように、もっと、テレビで、勝つ雅彦さんをテレビで見たい気はします。なかなか、 テレビでででここまで言う人がいないなすもんね結婚して妻や子供はいるのかテレビではこれまで大胆で直球にいろんな発言をされてきている勝山さひこさんですが非生活がどうされているのかは全く見えてきません。というのも奥さんがいるのかどうかすらテレビで発言されたことがないんです。 ご自いわく家族に危害が加わるといけないから、嫁や子供がいるのかどうかを発言されないようですが。ただ、以前は未婚だとテレビで話されてはいたのですが、嘘で未婚と言っている可能性もあります。実際のところは、誰も知らなくて謎のままなんですよね。ただ、これだけの有名人が結婚しているかどうかを隠し通し続けるって難しいと思います。 それゆえに、私的には勝家雅彦さんは結婚されていないのではないかなと思っているのですが、今現在はどうしているの一時期は、毎日のようにワイドショーに出演されていて、テレビで見ない日はないと言ってもいいくらいでした。ただ、2015年あたりから、急にテレビ出演も減って、今では、ほとんど、勝家正彦さんをテレビで見ることもなくなりました。 ファンの人も多かったと思うので、残念がっている人もいるでしょうね。今現在でもテレビに出演される機会は減りましたが、メールマガジンなどでこれまで通り活躍されています。しかも、2016年、2017年と、ずっと、勝江雅彦さんは本を出版され続けていますよ。ただ、テレビ出演は、 神戸ののサンテレビの勝家雅彦賞だだけだと思います。何かといつも話題になる勝谷雅彦さんですが兵庫県知事選に出馬すると話題になっていますね地元が兵庫県ということもあるのでしょうね是非とも兵庫県のために頑張ってもらいたいですね期待している人も大勢いているでしょう干された原因や消えた理由が気になる ここまで、勝江雅彦さんがテレビに出演されなくなった原因や理由は何だったのでしょうか干されたのか消えたのかなんて話もありますが、実際のところはどうなのか気になるところです。私も気になって調べてみましたが、曲や番組にいろいろと言ったということもあるみたいです。交番は、 局や局のスタッフに対していろいろ言ってたからですよ。日本人がシリアで捕まっているときに、そのニュースを冒頭だけでやめて、あとは、延々と芸能人の結婚のニュースをやるというのは、日本のテレビ局としてどうしたものか、ということとかを、番組の幹部に前から言っていたんですよ。そしたらクビになった。そういうもんなんですよ。 個人的にはこれだけで干されたりするのかなと思ってしまうのですが他にも勝山雅彦さんは2015年にうつ病を告白されていますもしかすると病気の影響もあって番組を降板された可能性もあるのではないでしょうかあとは高仁さんがいなくなったというのもあるかもしれませんねこれまで タカジンさんの番組には頻繁に出演されていました。そういったいろんなことが重なって多くの番組降板につながったのではないでしょうか単純に干されたとか消えたという理由ではないような気がします。私もちょっとテレビ業界から干されたのかななんて思ったりもしていましたがそれだけではないようですね。ああいうタイプの視聴率が取れる人は 多分、メディアは話さないとは思うのですがご自身のご病気などもありテレビにはあまり出られなくなったみたいです個人的にはもっとテレビで勝江雅彦さんを見たいのでいつかキー局の番組に出演されること